品ガリオヘル。ガリオに泊まって次の日の朝、とてもすがすがしいです。鳥の鳴き声も心地よい。スズメを見たのも久しぶり。バギオのコーヒーは有名。もちろんとても美味しいです。みゆちゃんも朝から危険です。大好きなアンパンマンのダンス最高。朝から縁起の良さそうな黄色のテントウムシ。今日も良いことありそうです。バギオの職人さんが作ったテーブルと椅子、ブラックタイガーのティラウィン、初めて食べましたがとても美味しかったです。これからバギオの田舎に向かいます。ガルタ、お花がたくさん咲いてます。到着。たくさんの荷物を積み込みます。車に乗っていざ出発します。
みが続きます。ここからバギオの田舎まで4から5時間かかるようです。初めてバギオに来たのが25年くらい前。その時に比べるとかなり家が増えました。19度。窓を開けると肌寒いです。少し休憩します。山奥まで来ました。
まではまだまだかかります。